皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。今日はですね、久しぶりにこのアクアハウスで飼育している生き物を全部お見せしたいという企画をですね、やってみたいと思います。まあ何回かに分けないと紹介しきれないというのもありますし、今の状況なんかもご説明します。それではいきます。ありますからね、状況がね。てか魚が成長してきますからね、なんて。まあ、この個体はですね、今は鯉の餌なんかも食べて本当にあの食欲もあっていいんですけども、まあ去年の夏ぐらいから12月近くまでですね、4ヶ月間、まあ、拒食に悩まされまして、ほとんど餌を食べないし、もう死にそうだったんですね。まあ、この映像は何度かお見せしてますけれども、まあ、本当にもうダメかと思ったところでですね、まあ、M さんも一生懸命頑張ってですね、いろんな餌をあげてくれたり、水替えをしてくれたりとかありましてですね、それで、まあ、なんとか復活して、まあ、今絶好調という感じですね。やっぱり、まあ、愛情を注ぐっていうのも重要なのかなと思いますけれども、まあ、大きな理由としてはやっぱり水を循環させていることですね。あの今は常にちょろちょろと水が流れて、ちょろちょろと水が出ていくという、まあ、垂れ流し方式と言われる方法をとってますけども、この方法にしてからですね、あのだいぶ体調が良くなったような気がします。まあ、復活したのはですね、まあ、そういう水の問題とか、それからあとはまあ餌、同居の魚、まあ、同居の魚がですね、いない方がいいと思われがちなんですけども、あのこのたまたま他の水槽でいじめられてたポリプテルスのアンソルギーが下にいますけども、この子と同居させてから調子がいいんですね。不思議ですね。バランスとかですね、単独飼育がいいかというと、まあ拒食になっちゃったりとか、まあ、ちなみに拒食になった時は単独飼育でこの子だけで飼ってたんですね。なので、まあ、拒食が、まあ、あのだんだんわがままになるのかなというのもありますし、まあ、体調自体も良くなかったのもあるかもしれないですけども、まあ、なんとなくこの魚のこう他の魚が下にいるというのがですね、なんかバランスが取れたのかもしれないし、わかんない、ストレス発散してるのかもしれない。ただたまにいじめますね。あのだんだん丈夫になってきて元気になってきたらですね、やっぱりちょっと性格が出ちゃうの、こうやってやってますね。でこれがまた一つのバランスを作りまして、まあちょうどいい時期というのがまたですね、崩れてくる可能性はあるかなと。でちょっとですね、あのこのポリプテルスアンソルギー、こちらもまあ地味ですけども貴重な魚ですね。あのワイルドタイプのアンソルギーで70センチ近くありますから、まあそういう意味ではこの子も大事なあの個体なんですけれども、ちょっとたびたびいじめられて、まあ、この水槽に来てまたレッドアロワナにいじめられるというかわいそうな状況ですね。でちょっと今日あのコオロギを今あげてますけれども、あの乾燥コオロギですね。あの昨日たっぷり餌あげたばっかりなんで、あんまりあのがっつきがすごくないですけどね。まああの水を変えたりとか餌やりしたりとか、いろいろですね、あの工夫しながら飼育してます。で最近問題が起きてますのが、ちょっとあの貝が卵を産んでるんですね。あの苔を取るために貝を入れたんですが、その貝がですね、だんだんあんまり苔を取らなくなってしまって、さらにあの卵を産んで水槽がぐちゃぐちゃになってものすごい汚くなってしまったっていうことがありまして、まあ、今撮影のためちょっと一回きれいにしてもらいましたけれども、まあ、そういう意味ではですね、これもバランスなのかなと思いますね。で貝はですね、卵を産むっていうのをですね、私は知らなかったんですね。まあ、今度これあの皆さんにお伝えしようかなと思って、特集みたいなものをやろうかなと思ってますけれども、まあ、いろんなことありますね。とにかくね、私もどんどん知識を吸収していかなきゃいけないんですけれども、まあ、このこっち側の水槽はですね、先ほどお見せしましたけども、今パワーがだんだんピラルクもシルバーローナもついてきてて、ちょっと、まあ、M さんが餌やりとかしてても怖い時があるっていうんで、まあ、急遽ですね、ペットボトルを大量に今10個置いてますね。2リットルのペットボトルですね。まあこれでもまあちょっとね、怖いことは怖いんですけども、まあ、ピラルク今のところ成長をゆっくりさせてますので、まあ、パワーが急激につくのは80センチ超えてからだと思いますね。まあ
1年で60センチぐらいまで、まあ、ギリギリ成長させていくというところで、まあ、これからゆっくり時間かけて70センチ80センチというところに、まあ、何年かかけて持っていけたら大成功ですし、あの以前のピラルク1号は、まあ、そこを失敗してしまいまして、バンバン餌をあげてしまいましたけども、まあ、今ですねシルバーアロワナは成長させなきゃいけないのでバンバン餌をあげてるんですが、シルバーアロワナしか食べない餌をあげてるんですね。これであのシルバーアロマナしか食べない餌なんてあんのと思われるかもしれないですけど、あのうちの個体はたまたま虫を全く食べないですね。それから鯉の餌を全く食べないですね。ですので鯉の餌とか虫、ジャンボミルワームとかこういうコオロギとかですね、デュビアなんかもあげてますけれども、まあ、結構そういう、まあちょっとシルバーアロワナにしてはですね、まあ、他の飼育者と違う形で飼育方法をとってますけれども、まあ幸い鯉の餌バンバン食べますのでね、ありがたい限りですね。まあこんな感じであの餌やりをしています。で横でですね、あのバラマンディがいるんですけども、ちょっとまた次回お見せしたいと思います。こちらが あんまり出さないんですけど、ブルーのゴールデンアロワナですね。あのブルーがちょっと照明の関係であんまり見えないかもしれないですけども、まあ、ちょっとねこの魚はあの上品な感じなんですけれども、大きさもそんなに大きくないので迫力的にはそんなになくて、まあ、今 M さんがちょっと水槽をですね撮影のために磨いてくれて、まあ、そういう動画も面白いかなと思って入れちゃってますけれども、まあこうするとあの皆さんもちょっとね水槽 あの正面ですね、このガラスを拭くとき注意していただきたいのが、魚結構暴れます。あのここはですね、あの本当に場合によってアロワナの鱗が取れちゃったりとかするので、あの結構注意が必要ですね。魚がいないところで拭いたりとかして気を使わないと結構大惨事になることがこんなもんでもあるんですね。あの例えばこの水槽の場合は下にネオケラルドゥースとそれからワイルドのエンドリケリーがいるんですが、こいつらが暴れますとですね、また収集がつかなくなって、これに便乗してこのアジアアロワナが暴れたりすることもあります。まあそういうのがですね、まあ結構起こって日常の世話がなかなか大変だっていうのが現状ですけれども、まあ皆さん大きな魚飼ってると何かしらそういうことやってますよね。まあ地震が来たりとかですね、まあそれでもやめられないのがまあこのマニアの世界なので、まあ頑張って飼育しています。まあもちろん餌をやったりとかそういう楽しいこともたくさんあるからやってるんですけどね、まあそういうことでですね、いろいろと日々ありますけれどもですね、まあそういったものも含めてお見せしたいというのがこのアクアハウスチャンネルです。今回はですね、ちょっと大型の水槽を中心にお見せしましたので、また続きをやりたいと思います。アクアハウスチャンネル、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。このチャンネルではですね、あの生き物の飼育の楽しみとか、それから巨大魚、大型魚を飼育して、まあ、我々が知っているノウハウをお伝えしたいと思います。ただ見るだけでも、ぜひ楽しんでいただければと思います。次回はですね、ちょっとM さんがですね、隣で、バラマンディの水槽をお掃除してくれてますけれども、まあ、こんな風景もお見せしていきたいと思います。それではチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。